放送席、そしてヤフオクドームにお集まりのオリックスファンの皆さん、今日のヒーローは先制のホームラン、そして9回に勝ち越しの犠牲フライを放ちました吉田正尚選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは先制のホームラン、3ボール2ストライクから変化球を捉えたというように見えましたけれども、どういう意識だったんでしょうか。もうストライクが来たらしっかり自分のスイングができればなと思って打席に立っていたので、はい、結果ホームランでよかったです。打った瞬間手応えはどうでしたか。いや、しっかり自分のスイングができたので少し先だったんですけど、届いてくれるかなと思ってました。そして9回の場面は味方がつないでくれて一打勝ち越しの場面だったんですが、どういう意識で打席に向かったんでしょうか。前の福田さんが、気持ちでつないでくれた、打席だったので、僕は冷静に1点しっかり取れるように、打席に向かいました。場面、初球のストレートを空振りしました。そして変化球を見送っていたんですが、狙いとしてはどうだったんですか。まっすぐが来ていたのでしっかりまっすぐに合わせて、なんとかバットに当てて何か起こせればなと思ってました。9回に逆転勝ち、チームにとっても非常に大きな一勝じゃないでしょうか。はい、そうですね、とてもしびれるゲームで、はい、こういうゲームを勝っていて上位に追いつけるように頑張ります。そして吉田選手自身もトップバッター1番に入ってからこれで3試合連続のヒットとなりました。何か意識の変化はありますか。いや、もうチームに勢いをつけれるように、毎打席集中して打席に入ってます。大型連休もここまでチームはいい状況で来ています。あと2日、連戦は続きますけれども、そこに向けてお願いします。いや、もう全部勝つつもりで、はい、明日からも頑張っていきます。おめでとうございます。ありがとうございました。今日のヒーローは吉田正尚選手でした。おめでとうございます。今日のヒーローは9回に勝ち越しの犠牲フライを放ちました吉田正尚選手でした。今日は9回にバファローズが福田の同点タイムリー、そして吉田の逆転の犠牲フライによりまして勝利をものにしています。